細かいリズムを正確に吹くために、長い音符を8分音符に分割して練習しましょう。3小節目ゲスの5ポジションは音が取りにくいので正確な音程で吹く練習をしましょう。練習番号 B と E の裏打ちは同じ音が多いセカンドですが、和音の変化を意識して打楽器と一心同体のつもりで演奏しましょう。